これより日本生命セパ交流戦オリックスバファローズ対中日ドラゴンズ3回戦両チームの予定スターティングラインナップ並びに審判公式の順を発表します。まずは中日ドラゴンズ1番レフトフィールダー大島洋平背番号82番ショートストップ三俣大輝背番号373番ライフルダー鵜飼航輔背番号44番ファーストベースダイアン・ビシエド背番号665番セカンドベースは阿部俊樹背番号56番 DH 郡司裕也背番号647番サードベースは高橋周平背番号3キャッチャー広下拓也背番号369番センターフィールダー岡林勇輝背番号60ドラゴンズピッチャー柳裕也背番号17
試合開始まで今しばらくお待ちください。